はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけども、つむつむやり始めてですね、まあ、ここ5年の中で一番嬉しいかもしれないですね。はい。ということで、まあ、何が起きてるのかというとですね、まあ、私、つむつむ、全つむスキルマ計画というものをね、まあ、ずっとやってるんですけども、まあ、なかなか進まねえと。なぜなら復活しないっていうところなんだけど、まあ、スキル順に並べると、まあ、何のつむがスキルマじゃないかっていうのがわかるんですけども、まあ、ピートとか、まあ、この辺ですね、リトルグリーメン、まあ、サーリー、ペリーとかっているんですけども、全17体です。17体スキルマじゃないつむがいるんですけども、なんと、今回のハロウィンセレクトボックス、ありがとうございます。自分ね、2体ぐらいかなと思ったら、なんと4体もいるじゃないですか。ありがとう。今回のセレボで17体から一気に13体まで減ってしまうということで、本当にありがとう。神ガチャありがとう。本当に、多分俺だけじゃないかな、こんな喜んでんの。ありがとう。マジでありがとう。いや、しかもこれ、キャットハットミニスキル5の 10% で、やったよ。スキチケ使わなくて済む。ねえ、だってこっからあと10、何 ?16 体ゲットしないとね、いけないわけなんでね。うわ、助かる。しかも、ここ最近マジで運が良くてですね。21倍、3回来てます。で、51倍、1回来てます。やばくないっすか。いや、もう10月最高っすよね。で、MY セットを、モンスターズインクセットをめちゃめちゃおもろくて強いじゃないですか。10月になってつむつむ一気に楽しくなったんですよね。マジで高倍率連チャンでめっちゃ来るし、最高なんですよ。で、今回はハロウィンセレボ、個人的にはなんとスキルマじゃないつむが4体もいるっていうね、最高っすよ。ハロウィンソラとかもこんだけね、スキチキ使わなくて済むんで、他のつむに回せるわけですよ。でね、まあ、10月って、ハロウィンツムがやっぱ復活するんじゃないですか。で、あとね、ナイトメアシリーズも復活するんですよ、よく。うん。本当にね、ハロウィンツムとナイトメアシリーズは、まあ、そんな強くないっていうのがあるんですけども、まあ、そのせいかですね、基本、いつもピックアップガチャでしか復活しなかったんですよ。で、それがね、こういう、まあ、ハロウィンソラとか、まあ、ネジネジグーフィーとか、ホーンハットミッキーとか、キャットハットミニとかが、こうやってセレボで入ってくれたことによって、うわ、ネジネジグーフィアと一体でスキルマー。めちゃめちゃ嬉しい。うわ、ホーンハットミッキーもあと2体でスキルマー。うわ、めちゃめちゃ嬉しい。めちゃめちゃ嬉しいっすよね。最高じゃないですか。うわー、一気に4体スキルマーとか、最高かよ。いやー、スキルもありがとうございます。ということで、まぁ、ちょっとね、ワンプレイやると長くなっちゃうんで、はい。ちょっとね、どんなスキルなのかっていうのも、まぁ、そんな性能が良くないんで、普段使わないじゃないですか。なんで、まあ、ちょっとスキルをね、まぁ、ちょっと試しに1、2回使って、どんな性能なのかっていうのを、まぁ、ちょっと確認してみたいなと思います。そして、どこにいらっしゃるんですか?リリース順、あ、そうか、いや、そうやん、この入手順やん。ダメだ、初めてゲットしたわけじゃないから使えないやん。くそ入手順やんって思ったけど、初ゲットなわけではないから使えないやん。いた、横ライン上に積む消すね。 OK、 行きましょう。いいよ、もう1800コインとかもうくれてやるよ。もう4体スキルマンなら全然くれてやるよ、本当に。もうありがとう。いや、ペリーね、サブツムね、いや、サブツム来るなら復活してくれよと。そもそもアイコンにいるんだから、なんで復活しないのって話なんですけどもね。はい、ということで、まあ、30消去いくかな。あ、そういう系、キャプテンアメリカ風ですか、まさかの。そうだったんですね。しかも盾を持っていくから、本当にキャプテンアメリカやん。こういうスキルだったね。俺初めて見たかもしれん。ありがとうございます。スキルもありがとうございます。よっしゃー。そっしゃ
次どんどんいきましょう。次多分ホーハトミッキーだと思うんで、ホーハトミッキーちょっとやっとくわ。はい、よし。キャートハトミニー、いやマジ嬉しいんだけど。アロウィンソラー、オッケー、スキルもありがとうございます。2体目完成。あーよし、残りこれで15体と。ただね、スキチケがねないんですよね。この前ね、マベツムに使っちゃったんでね、35枚、なんとそのせいでね、スキチケなくなりました。オーマイガー、オーマイガーですよ本当に。ただもうね、二度と復活しないツムはいなくなったんで、もう全ツムスキルマンになったんで、もうやりたい放題ですよ。もう心置きなくどのツムでもいけちゃうんで、ね、まあ、これはねミッションでめちゃめちゃ使いますね。今で言うとお菓子を集めようとか、お化けをやっつけろみたいなやつでめちゃめちゃ使います。ただ上位互換ツムとして、あのスターウォーズセットツムがいるので、それ持ってたらもう絶対もう二度と使わないと思う本当に。でもさ、消去数18とか出てるんですね。意外と消去数出るんだ。ちょっと消去範囲増えてるんですねこれ。普通のボム19とか消えないですもんね。微妙に増えてんだ。あ、でもほら、コインがね、思ったよりも増えてるんですよ。ってことは、これ、バズ風にいけるこれ。無理か、さすがに。バズ風にいけるかなと思ったけど。全然無理だ。はい。ということで、ありがとうございます。いやー、最高かよ、本当に。ということで、次多分ミニだと思うんで、ミニセットしておきましょう。皆さんは、どうですか？全ツムスキルマ計画やってる人いますか？今回、このハロウィンセレブを、激アツじゃないですか？そういう方にとっては、本当に。マジで、4体も一気に埋まるとは思わなかったんですもん。マジで。ま、しかも10月さ、まだ始まったばかりで、まだジャックとかさ、サリーとかも復活する可能性が高いので、マジで期待したい。次のセレブももう一回ハロウィンできてほしいんだけど、ナイトメアシリーズで、まあ、ぜひ。ナイトメアシリーズがさ、確かこのセレブでジャックサリーしか来てないんで、来る可能性はね全然あるんですよ、マジで。マジで神ガチやったな、これ。まさかだったもんな。まさか4体もだからコインが減る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 。いや、そう考えるとやっぱ21倍3回の51倍1回来たのはマジででかいっすね。多分このセレボだけでも多分これ300万ぐらい減ってんじゃないかな。減ないかな。200万ぐらいは減りそうな気がするっすね。スキル後の初めの方の積むが2体とかいたから200万ぐらい消えてるかもしれないですよ普通に。しかもキャットハットミニとホーハットミッキーが弱いのに 5% 上がりというね。キャットハットミニとかどういうスキルでしたっけ。飴をキャッチするやつじゃなかったっけ。それ報酬積むやつだったっけ。ハロウィンソラーもね、ハロウィンソラーはね、イラストかっこいいですよね。豆の木ミッキーのスキルと同じですけど、スキルマーだったら豆の木ミッキー超えるんかなこれ。さあ、あとちょっとで完売です。いやーマジ、こんメインアカでセレボこんな引いたのマジで久しぶりっすね。マジで久しぶりだわ、こんな弾けることないもんな。さあ、あと1体でスキルマ3体目完成です。ありがとうございます。いやマジ嬉しい。ちょっと待って、ハロウィンソラ先なんですか、もしかして。ミニさんからでお願いした。 OK、 ありがとうございます。
変化数17。あ、これ違うっすね。危ね。雨をキャッチするやつではなかった。雨キャッチするやつ何やったっけ。全然思い出せない。変化数17のミッキーは周りのツン消さないからクソ弱いやつってやつでしたね。そういえばこのツム 99% 復活するって言ってたツムだ。そういえばタイトルにあるからね、まあ、そのツム来ましたよね。キャットハットミニもそうっすもんね。キャットハットミニがそうか。まあ、本ハットはいなかったか。さあではラスト、ハロウィン空。ハロウィン空ですよ。よっしゃ、これで完売です。いや、4体マジでけ。ありがとう。ありがとうございます。よし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 。マジででけ。で残り14体か。まだまだね、スキチケでやるには程遠いんですけども、まあね、引き続きちょっと復活を祈って、はい、って感じですね。ではハロウィン空もちょっとだけ見ていきましょうか。範囲が変わる、範囲も変わるんかな。怖いっすよね、マジで。うわ、初期数少ねえ。こんな少なかったっけ。ハマるとね、結構消去してくれるんですけど。おい。まあ、26とか、23とか。おぉ、あ、ループするじゃん。毎つも多かったからってのもあるかもしれないですけど、うおー、33。こんな消すんだ。なるほどね。っていう感じです。まあ強くはないですけども、はい、ということで、まあここ直近でね、まあ5年ぐらいの中では本当にこんなね、目やかでセレボ引けることなかったですし、まあスキルマ全ツムスキルマ計画一気に4体も進んだということで、ちょっとね、まあ10月まだまだこういうツムがね、まあ、セレボで復活しないツムがね、そうセレボで復活する可能性がまだまだあるので、まあ、全ツムスキルマ計画の方はまあ要チェックかなと、そんな感じでございます。でスキチケはね、あのほら7枚しかないです、残念ながら。はい、ということで、以上で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。バイ。